お、めっちゃ、あーもう来てるみんな、ありがとうこんばんは、おはよう、おはよう聞いたって言ってし、あ、ちょっとこれ一旦逆にしよう。よっ、ギャー、あーダメだ久しぶりのショールームすぎてちょっとテンパっております。桜木こんなもんかな、ちょっと斜めってるね。大丈夫かなよっ、こんなもん、こんなもんかな。待ってました、イエーイ初見です。お、落下芸好きめっちゃスイッチ映っちゃう、こっちかな。いやん、位置が定まりませんよっ、ダメだ、こんなもん、こんなもん、めっちゃ斜めってるよね、めっちゃ斜めってるんだよな。ちょっと待って、そうだ、お、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。わあ、めっちゃもういっぱい来てくれてる、ありがとう。初見です、待ってました。ゲンマルがいない、そう今日ちょっと違う、ああゲンマルのちっちゃいの持ってくればよかった。ちょっとゲンマル、そう今日はちょっといつもと違うところでやってるので、違うけどオラフがいます、イエーイゆうちゃんこんばんは、ちょっぴりお久しぶりですが覚えていますか。覚えていますよゆふ、あーみのりんがいる、みのりん、やっほー、体も斜めにすればいい直しました、多分。けんまるさんこんばんは、会いたかったよ、ありがとう、私も会いたかったよ。オラ、オラ丸こんばんはオラ丸ですって、出遅れたユフティン、全然今始まったんだよ、ありがとう。あー、クララさん花束ありがとう、よいしょ、久しぶりだねショールーム、いつぶりなんだろう。何してたの今日、今日はゴロゴロしてましためちゃめちゃ寝ちゃった、今日だって起きたの12時ぐらいだから、めっちゃ寝ました。あ、テロップ、そうテロップ聞いて、そうあのね今ね配信する前にね、いつもみんなにテロップ教えてもらうからね、自分でやっとこうと思ったらね、あの配信する前はテロップできないらしいんですよ。どうしようかな、テロップ明日のことにしとこう、テロップ明日 TFN、 あ、よし、はい、よしできた明日の告知を入れときます。じゃあ最初に言っとこう、明日はいや待って、もうちょっとにしてからにしよう、みんなめっちゃ言ってくれてるから、ちょっと待って、ちょっと待って、めっちゃテロップ打ってるうちにみんながテロップね、真顔テロップね。キノさんだるまありがとう、緑のいっぱいありがとう。動く桜木さん、久しぶりに見た気が、そうですか、お久しぶりですか皆さん、冬眠大事ひなさんだるまいっぱいありがとう、同じく起きたらお昼でしたね、そうだよね、そうちょっと土曜日もね、あの遅く起きたら昨日の夜寝れなくなってちょっと悪循環でした
今日は早く寝なきゃ。長文打って反映されない安定のつだから、いや今日はちゃんと学んだから一発でできた。インスタグラムの写メ改めて見て、白いお洋服は水色の半袖のワンピがよく似合う素敵な女の子、ありがとうあのインスタもやってるのでぜひフォローしてください。いやみんないっぱいコメントしてくれてる、嬉しいな。真剣ユフティン思ったよ、ありがとう。日野さんだるまありがとう。リップ秋っぽい、そう最近ね秋だからリップ、そうちょうどここにあるわ。今日のリップはビセアバンの006番です。そうめっちゃねいろいろ探したの。でももっとね本当はね明るいんだけど、今ちょっとね暗いからめっちゃ暗い色に見えるかも。秋ですね秋はやっぱり赤リップですね。素敵な、 いい感じのねコスメあったら教えてください。秋のユフティ、お腹すいた？お腹すいてません。お昼と朝一緒だったしみたいなやっぱお休みの日はねぐーたらしちゃいますよね初見です、ブルブル、ありがとうありがとう。クララさんアイスありがとう。テロップ集中してます毎日フルペグの曲聴いてる、ありがとう。イエーイ、今もね流してます。ちょっと新曲の CD がうまく取り込めなくて、新曲のやつがないんですけど、あの自分革命ときらめき様と女の子の8月13日に発売したシングルがね、あのついこの間から配信がスタートしたのでね、皆さんぜひスマホとかでも聴けるようになったのでぜひダウンロードしてください。今昼飯食べてる、遅っもう夜ご飯の時間ですよ。リスさんハートありがとう。時間ないからまたね、頑張って、ありがとう。明日は夕方公演、そうです、明日はここのテロップにあるように明日は東京 FM ホールで東京アイドル劇場アドバンスに出演させていただきます。そうなんですよ、この告知をねどうしてもしたくて今日ね配信をしました。ということで第1回目の告知します。明日の告知、そう明日はね東京アイドル劇場アドバンスに東京 FM ホールで出させていただくんですけれども、なんと台風でね土日のイベントがなくなってしまったので、すごいね特典がつきまして、なんとみんなねツーショットチェキサイン券をみんなにねプレゼントしちゃいます。お得だー。そしてなんとこれ45分公演あって、立ちのね椅子も違う、立ちでも見れるし座りでも見れるし、本当にどっちでもねすごい広い会場なのでどっちでも見れるし、あと撮影可能曲もねあるので、カメラで写真撮るの好きだよって方とかもぜひ遊びに来てください。イエーイ、いや本当にお得なんですよ、すごく。ね45分なのでいつもタイパンとかでやらない曲もたくさんやるのでぜひ遊びに来てください。どどん、よし第1回目の告知終わります今日はいっぱい告知しちゃうからひろせさん見たくリップタイムやろうかえのでんさんだるまありがとう。イエイイエイ、出遅れた、こんばんは、こんばんは存在がばい、そんなこと言ってくれるんですか、ありがとうございますなかなかね、なかなか、赤です、赤ですよ。お洋服かわいい、触覚もいい感じ、ありがとう。触覚長く なっためっちゃこのねこのトップスはなんか秋に着ようって思ったらもうなんか寒くなっちゃって着れなかったから今日着ましたC
新曲かっこ 2曲目の話を聞きたい。いやーなんかどこまで話していいのかわかんないからな。そうでもね、なんだろう、もうライブでやったら超楽しい曲、なんか本当に今までフルポケにない、いや毎回言ってるんだけど本当に今回の特に、えフルポケこんな曲もできるのみたいな、フルポケこんなパワフルなのみたいな感じの曲、あのみんなでね一緒に本当に拳上げてもう熱く熱くっていう曲です。そうなんですよ、まあ、これはねあの10月のねお楽しみですね。まだどこだどこだ、遡ってるぞ、シュシュシュキー桜木さんありがとう、こんばんは。ユフティも歌っちゃう、ユフティは歌わないです。そうみのりんがさっきあの昼にカラオケ配信をねやってたんですよ、聞きましたよ、もう最高、もうみのりんのね歌をねショールームで聴けちゃうっていう最高の配信でした。みんな見ましたか、みのりんの真昼の花火とモーメントのユフティンメタメタすぎ、ありがとう遅いようの人ユフ、そうですね、でもねちゃんともうあの学校が始まったのでちゃんと起きてますよ、私は真面目なのでまだ一回もサボってませんよこんばんは、こんばんは、はーい、すぐ LINE のBGM にして、おーありがとう、そうなんだよ、 LINE の BGM とかにもできちゃうので皆さんぜひあのフルポケの曲を BGM にしてフルポケをアピールしてくださいタラマさん、だるまありがとう、ありがとう、かわいいな、おいありがとうリフティン学校の課題とか大変なの？いやまだまだぼちぼちですね。まあやっぱりテスト前が大変かな。まあでも今は大丈夫です。あのコツコツあの真面目にやるタイプなので心配ご無用です。えのねえさん、だるまありがとう。スカイさん、音符ありがとう。明日は学校終わってから即向かいます。お、一緒ですね。頑張りましょう。やったー、ありがとう。そう明日はね。あの午後なので午前中予定があるよって方もねぜひ遊びに来てください。見覚えのあるスケッチブックそうなんですよ、もうそう頑張ってスケッチブックをねいっぱい書いたので今日はいっぱい告知をしたいと思います。そういっぱい告知することがいっぱいあって嬉しいですね大事なライブがねたくさんあるので嬉しいちゃんネイルかわいい、あありがとう、赤にしました。なんかねいつ結構赤好きなんだけど、でもっといつもより赤濃い深いね秋っぽいネイルを買おうと思って買ったんだけど、今まで使ってた赤と本当に変わらなくて塗ったら全然わかんなかった赤でーす。お得だ、一生懸命作った告知よお得よね、お得ですよ。ツイッターでこのスケッチブックを見た気がする。そうです、もう頑張って書いたから載せようと思って足がしびれた、よし。こんばんは、リバープルからにま空手ます、んありがとう、盛りだくさんでお得、そうなんです。えのねえさん、だるまありがとう、明日はいけないんじゃ、そうなんですか、まあでもねいっぱいこれからライブあるので遊びに来てください。あクララさん、バラありがとう、安すぎるね、そうなんですよ、本当にあの1500円でドリンク代もつかないので本当にもう世界一お得なんじゃないかっていうレベルでねお得なので、でもねその世界一じゃなかった、世界一お得なのは8月22日のねよし今だぞもういっぱい告知ばっかりでごめんね、
でもね、いっぱい言いたいことがあるんだよ。そんな、世界一お得なのライブはこちら、10月22日ハロウィンインポケット、イエーイ。はい、こちらなんと一般入場無料となっておりまーす。ふー、はい、もう今ツイッターでね、公式のツイッターから見ればわかると思うんですけれども、一般入場フリーのね、この一般入場券を配布しています。無料なんですけれども、申し込みが必要になっているので、今ね、今なら無料で券をゲットできちゃうので、ぜひね、まだゲットしてないよって方はこの配信をね、途中で投げ出してもいいので、ぜひ今予約しに行ってください。イエイ。はい、ハロウィンなのでね、仮装もします。どんなね、メンバーがどんな仮装をするのか楽しみにしていてください。イエーイ。はいはい。実質500円、そうですね、本当にそうなんですよ。ツーショットサインじゃない、ツーショット撮影券がついているので、実質500円ですね。アドバンスの方、明日後ろ、僕は後ろで盛り上がってます。ありがとう、ユフティン今日めちゃめちゃ可愛い、ありがとう、嬉しい、イエーイ。全部話して OK です、ダメです。パワポケさん、そうです、パワポケです。新曲楽しみすぎる、早く聞きたい、そんな方もぜひ10月22日初披露しますので、遊びに来てください。そうですよ、そうだよ、ここでね、新曲初披露もあるので、皆さんぜひ遊びに来てください。新曲で動きを表すどんな感じ、ダメですよ、やっちゃうので。言っちゃったら楽よ。みんなね、いつも言うよね、言わないぞ。木野さん、だるまありがとう。正しい、話していいです、ダメですよ。だるまいっぱいありがとう、木野さん。スカイさん、音符ありがとう。代わりに新曲オラフに歌ってもらいましょう。さあ、歌えるのでしょうか、オラフは。サビ歌ってみて。もうみんな欲しがりだな。まだもうちょっと待っててください。聞きたい人は、10月22日、遊びに来てください。もう絶対来てほしい。ワンマンライブがね、11月17日に東京キネマクラブであるんですけれども、そのね、ワンマンに向けて、もっともっとフルパケのことをね、知ってもらえちゃう、イベントになっているので、10月22日ぜひ遊びに来てください。あ、このね、左上、多分みんなの左上にある私たちのね、アーシャとかが書いてあるバナーがあると思うんですけれども、詳しくはね、そこをクリックしていけると思うので、多分ね、そこで確認できるので、今すぐ確認したいよって方はぜひそのね、左上のバナーをクリックお願いします。楽しみ、明日に撮っておこう。見た、今日の一連番目でした。じゃあユフティンは萌えセリフで対決しよう。うわ。出た、結構ね、ショールームでやりましたね前。ね、ユフティン、こんばんは、ありがとう。見た、みのりんの歌めっちゃよかった。ユフティン、ありがとう。すごい、みんないっぱい来てくれて嬉しい。ユーティン今来た、お、ありがとう、やっほー、こんばんは。目覚めたらみのりん配信終わってて泣いた。うわー、すごい、それはめっちゃ寝てたんですね。私よりもめっちゃ寝てるじゃないですか。クララさん、バラありがとう。ハルさん、ハートありがとう。カズヘイさん、ハートありがとう。みのりんのショールームの後寝てた。お、まあ私もお昼寝したんですけどね。めっちゃ言われました、お母さんとかに。私今日12時に起きたんですけど、ご飯食べ終わって寝たので、あなたどんだけ寝るのって。寝れちゃいますよね、寝るの大好きだから。桜木画伯のスケッチブック、そう、でもね、うまくないですか、唯一描いた絵今回。なんだと思いますか。ジャックオランタンです。すごいうまい、めっちゃ。まあ画像見て描いたんですけど。ハロウィンかぼちゃ簡単で検索しました。
よちょっとお水を飲みます。この前握手が女性無料の時に知り合いがフルパック気になってきたから来てくれたんだ。嬉しい、ありがとう、嬉しい。そうなんですよ、対バン時とかね、だいたい女性の方は握手無料になっているので、ぜひ会いに来てください。嬉しいね、嬉しい嬉しい、めちゃめちゃ凝ってますね、嬉しい、ありがとう。秋っぽいユフティ赤似合う。待って、私すごい遅いのかな、すごい遅いよね読むの、もう話が前後しまくっちゃってるね、ごめんなさい言いたいことがあるんだよ、ハロウィンやった大好き。そうハロウィンね、去年すごいいっぱい仮装したんですよ。最初ウエイトレスさんみたいなピンクのやつやって、でその後カルチャーズでみんなでダルメシアンやって、でショールームでメイドさんやって、であとリリーベでもなんか制服みたいの着たから、めちゃめちゃ去年ハロウィン来たんですよ。でもね、今年はみんなその全然みんなやってないやつをやるので、ぜひ期待していてください。みんなが好きなやつですよきっと、私のやつはもう絶対みんな好きやっぱり言わない、じゃあ無料だと、無料ですよハロウィン。皆さんポニーテめっちゃ似合ってて可愛すぎる、ありがとう、やったー、嬉しい。やっぱポニーテールがね安定なんですよ私は。なんだろう、ずっとね、なんて言うんだろう、ちゃんとしたい時はポニーテみたいなのがあって、自分でなんかやっぱポニーテすると引き締まるんですよ、わかります、気が引き締まるから、そうなんかやっぱポニーテしちゃいますよねハロウィンっぽい色合い、爪が可愛い、ありがとう。無料だし全身タイツの仮装を見られるし世界一お得じゃない、どこのイベントだろうそれ、知らないな仮装が気になる、ぬこみにつけてほしいです、いいよね、そう、いいよね、猫耳どうでしょうか猫耳、みんな猫好きですね、私も猫好きです、いいよね猫耳。みのりんがタイツって言ってた、いやみのりん一人にやらせますよそれはイフティン世界一ポニーテールが似合うな、ありがとう、イエイイエイ、仮装楽しみ、政府のポイント還元策よりお得じゃないか好きあれば告知、そうですよ告知です、いっぱい来てみんなに来てほしいので、そうショールームとかね見て気になって来てくれたよって方とかもいらっしゃるんですよ。ちょっと音が消えてしまった、音が消えてしまった、いいよこっちにします、コーナーカラッとコーロシュポン、仮装していくよ、お仮装してきてくれるの、いいね、みんなもぜひなんかね、そうだよね猫耳ぐらいとかだったらやりやすいから、ぜひ皆さんも10月22日告知じゃない仮装してきてくれてもいいんですよ皆さん、ここでいいから教えて、教えません、ナス野郎誕生から1年ですよやっぱり仮装は、そんなに経ったの、もうナス野郎からナスは死にませんけどね、ちょっともうちょっと上向けるか、切れてるよね、よしこんな感じ、ゲンゴロウはどこ、ゲンマルですよ、ゲンマルですけど、ゲンマルいないです今オラフがいます、でもさオラフさ顔が口開きすぎて顔見えないっていうさ、よ口開きすぎじゃないこの子新曲の頭文字は言いませんよ、クララさんお花ありがとう、
こんばんは、配信初見です。お、ありがとう、桜木優です。バナー、バナーですよ。そう、バナーって言ってたけどね、これバナーですからね。あのフルポケのライブを気になるよって方はぜひ左上のバナーをクリックしてみてください。詳細がね載っているのでぜひチェックしてください。頼み込まれると断れない桜木さん。あー、タマさん、かぼちゃありがとう。ハロウィンだね、すごい、かぼちゃだ、紫のフラワー、フラワー、かぼちゃかわいい。寝る子は育つそうなんですよ。ハロウィンに向けてボーリングのピンの着ぐるみ買ったんだよね。え、いいじゃん、かわいいやつじゃん。ラウンド1とかでよく見かけるやつですね。ユフティン画伯、ユフティン画伯なのか。そうなんです、ね、なんかね、あのもし、なんていうの、風景画とか好き。なんかそのあるものを描くのは好きなんだけど、なんか想像で描くのは難しい。あの変なのいっぱい生み出してますから、フルポケ。ハロウィン面白いやつやって。面白いやつって例えば何？ダルメシアン可愛かったな、ありがとう。全身タイツねえ、ナースも全身タイツもやりません。高まる期待、好きなやつ。ヤスさん、だるまありがとう。スキーやってた時の名残か。あ、そう、スキーやってた時もずっとポニーテールしてた。まあもうポニーテールするしかないんですよね、ヘルメットかぶってるから。ヤン、スキーしたくなっちゃうじゃない。やった、全身タイツ、喜ぶな勝手に。今日のそのウェーブの触覚も素敵、ありがとう。でもすごい伸びてきたよね、触覚めっちゃ長くなっちゃった。わあ、だるまありがとう。やすさん、みのりんってタイツキャラなんですか？いや、タイツキャラじゃないです。なんかどこからタイツキャラになったのかちょっとわかんないんだけど、なんでなったのか教えてください、経緯を。忘れちゃった。でもね、ことあるごとにみんなね、タイツ全身タイツ全身タイツって言うんですよ。なんでだろう、なんだっけ、なんで、発端は何だったのか忘れちゃった。猫耳別のところでしょっちゅう。可愛いよね猫耳。本当に私めっちゃコメント遅いね、ごめんなさい。仮装するときはちゃんとメイクもするよ。すごい本格的。キノさん、だるまありがとう。ゲンマルがカメラ持ってるからだんだん傾くのかな。ゲンマルがか、そういうことにしときましょう。え、傾いてるかな、どんどん。全然わかんないわ。オラフになりたい。オラフね、このオラフめっちゃ気持ちいいの、ふわふわなんですよ。ほら、ふわふわなんです。なんかユフティンザ女子大生って感じ。女子大生ですもん。やっとちょっと年相応になってきたかな。私すごい子供っぽいって言われるんですよ。だから最近頑張って大人っぽくしようって思ってるんです。その成果が現れたってことですかね。そう、でも最近ちょっと言われるの、大人っぽくなったよねって。ありがとう、やったー。そう、私あの本当にあのライブの時とか初めましての人に、え、中学生だと思ったとか本当にガチでびっくりされるんですよ。私一応今年20歳なんです。よろしくお願いします、20歳です。見えないよね。私V やるからサリーやって。ああ、いいね、モンスターズインクも可愛い。キノさん、誰もありがとう。みんな好き、ラギさんだから大丈夫。今日何時までやるの、どうしよう。でも明日ライブだしね、みんなね、会社ある人もいるしね、お仕事ある人もね、そんなにどうだろう、1時間ちょっとぐらいかなにしましょう、します。明日大阪から初めてようやく見に行け、嬉しい、ありがとう。明日東京 FM ホールで45分ライブあります、ぜひ見に来てください。どこで買ったの、どれの話だろう、ギャン、どれの話ですか。なんだろう、ポニーテール、ツインテール、私は怒ってる。あ、そう、一応少しなんですけど、まだ TikTok もねちょっとやってるので、よかったらチェックしてください。それだけみんなのコメント読んでくれるってことだ、ありがとう。ありがとう、みんないっぱいコメントしてくれて。ユースティンは仮装なんかしなくても可愛いよ、やったー。
でも仮装ってさすると本当になんだろう、レベルアップする、なんかレベルってか本当に衣装着るとね可愛くなれた気がしてウキウキしますよね。本当にフルポケの衣装本当に可愛いから、なんか衣装を着るだけでテンションが毎回上がります。成果現れてるよね棒。エロデーさんだるまありがとう。アナ雪の続編とかミュージカルとか楽しみですな。おお、十分大人っぽいです桜木さん、本当にありがとう。中学生、いや本当に中学生って言われるんです私。ツインテールしてると中学生みたい。ね、何の髪型が一番大人っぽく見えるんですか皆さん。何が、てか何が好きなんですか皆さん髪型は。中学生は言い過ぎ。仮装はランドセルで黄色い帽子とかでお願いします。あ、多分私全然見えるわそれ。ツインテールやってあれあれでしょ、赤いや幼稚園の帽子でしょ。クララさんバラありがとう。オラフ、オラフです。少し長めなら戻ってきますね。ではありがとう。エナデンさんバラありがとう。そうですね、大人っぽいね。言わせたやつやん。お団子一択ね。そう、私お団子したいんだけど、みんなあの他のアイドルさんに聞きたいんだけど、お団子やっててなんでライブ崩れないのか教えてほしい。どんなやり方でやってるのか教えてほしい。私めっちゃ首を振るんですよ。そうだから、あのポニーテールするときもライブはこの太いゴム3本で結んでるんです。そうだからお団子なんてもう最初の1曲のなんか A メロとかで取れそうな勢いなんですよね。そうやりたいの、でもやりたいから教えてほしいやり方。おろしてるのが大人っぽく見える。そうだよね、やっぱおろしだよね。好きなのはポニーテ。ライブ、ハロウィンライブは仮装以外に見どころはありますよ。ハロウィンライブ、ハロウィンライブ、10月22日のハロウィンインポケットはですね、あの新曲初披露しますし、もうワンマンまでのね主催、大きいライブ主催ですし、仮装が見れちゃうし、あとやっぱ長尺なのでいろんなフルポケの良さを見れると思うんですよ。やっぱり可愛いのもなんかフルポケ結構可愛いっていうか、なんだろう、可愛い曲のイメージがあるじゃないですか。だけどかっこいい曲とかもあるし、あの力強い曲とかもあるし、そういうのもね見れちゃうと思いますので、だし、あ、そうだし、あの MC とかもいつもより長いんですよ。だからあのフルポケのキャラも、みんなのキャラとかも個性とかもね知れちゃうと思います。もっとフルポケを知ってみたいって方はぜひ遊びに来てください。なんといっても一般入場無料なのでね、ぜひ皆さん今すぐ予約してください。高めツインでお願いします。高めツインはね、そうね、高めツイン一回なんか去年のハロウィンでやったかもしれない。やっぱそういう企画だったらねできるよね。そのままでイフ、そのままでいいよ、ありがとう。明日のやつもう支払い終わってるから、当日実質無料だからめっちゃお得。そうなんです、明日も本当にめっちゃお得です。明日は東京 FM ホールで45分ライブです。とは言ってもツイラギさんね、やっぱみんなツインテール好きって言ってくれるからツインテールしちゃうよね。広瀬は魔法をかけるケープって言ってました。え、でもケープじゃ取れちゃうよ。ケープしてるもんいっぱい。そう、でも緑の前髪本当に崩れないから本当にすごい、マジですごい。ジョナゴールドさんのお団子は毎回崩れますよ。ジョナゴールドさん、お団子するんですか？なんか結構おろしてる、ストレートでおろしてるイメージがある。あとポニーテールのイメージある。スカイさん、エナデンさん、だるまありがとう。クララさん、ハートありがとう。ハーフツインは天才。ハーフツインか。ハーフツインもね、あ、じゃあハーフツインしようかな。どっかで。あ、ハロウィンハーフツインとかでもいいよね。いたたたたた、足がしびれてきた。
ツイントは本当に好き。編み込みもあり、編み込みね。追いついた追いついた。ツアーの時にユフテの髪飾り吹っ飛んだよね。懐かしい懐かしい。吹っ飛んだ、いつだっけ。ツアー、そう、女の子エリアにブンって行っちゃったんだよね。本当になんでだろう。そう、私は本当よく首を振るんです。その癖を直したいんですよ。でも初期の頃から比べたらだいぶ動かなくなった気がする。宮は仙台じゃ、仙台か。そう、リボン飛んできて。そうなんです。寝起きヘアでもいいよ。それも需要ないじゃないですか皆さん。あー足が痛いよ。足のしびれってどうやって取るんですかね。よし、じゃあコメントを一区切り読めたので一通りの告知をしていきたいと思います。さっきしてないやつもねしようと思います。ちょっと一旦告知をさせてください。はい、どうやって映そうかな。こっち来て、じゃあ時系列順に行きたいと思います。何度もごめんなさい、今日は告知祭りです。はい、まず明日10月14日東京アイドル劇場アドバンスに出演させていただきます。こちら45分公演で撮影可能曲もあってドリンク代なしの、ね、1500円で45分たっぷり見れちゃうライブになっております。そしてなんと、なんといっても入場特典でね、ツーショットチェキサイン券を皆さんにプレゼントしちゃいます。なので初めましての、ね、方とかもあんまり知らないよって方もすごいね、あのツーショットのチェキも取れちゃうという素晴らしいライブになっておりますので、ぜひ明日です。明日、台風でね土日ライブなくなってしまったんですけれども、フルポケ今めちゃめちゃね、気合入っていますので、明日頑張りますので、ぜひ皆さん会いに来てください。こちらです。最後にスクショでするね。最後スクショタイムするから、その時ね。次です。ごめん、サインって言った。ツーショットチキ撮影券、ごめん、撮影って書いてあるのにサインって読んでしまいました、すいません。入場特典はツーショットチェキ撮影券合ってるよね、撮影券です。もう何言ってるか分かんなくなっちゃった。撮影券です、ごめんなさい。次はごめんなさい、何度も言ってますね。10月22日ハロウィンインポケットを開催します。はい、こちらロードトゥーワンマンライブ What is Pop の第2弾目なんですけれども、なんとね、1回目に引き続きこちらも一般入場フリーとなっております。でですね、この一般入場のね、券をね今配布してますので、無料って言っても申し込みがね必要になっておりまして、今ねちょうど一般入場フリーのねチケットを配布しているので、ぜひね公式ツイッターから確認してみてください。こちら新曲ね初披露しますし、仮装もしちゃいます。女性の方はねツーショット、女性のお客様にはツーショットチェキ券をプレゼントしますので、ぜひ女の子も遊びに来てください。はい、ツタヤオークレストということで、みんながね行きやすい会場になっておりますので、あ、この日ライブあるなって方も、回せる方ぜひ遊びに来てください、お願いします。そしてこちら超重要ライブでございます。11月17日フルフルポケットワンマンライブ What is Pop? イエーイ。はい、こちらは東京キネマクラブで開催します。私ね東京キネマクラブ初めてなんですけども、本当にねすごく大きくて、フルポケ史上一番ね大きくて、とっても素敵な会場になっております。はい、1年以上ぶりのね、すごく久しぶりのワンマンライブなので、本当に私たちめちゃめちゃ気合入っております。このねチケットも、一般チケットも今発売しておりまして、もう最一般のね一般チケットは特定参加券1枚をプレゼントしていまして、今はねもう手売りチケットも販売しております。こちらはですねランチ券をね1枚プレゼントということで、皆さんまだの方ぜひこちらチェックよろしくお願いします。よし、ライブはこんな感じですね。よし、よしよし、いっぱい告知しました。ハロウィン公園行きたい。
ポリスが見たい。どうでしょうか。すいません、サインはつきませんね。あ、くしゃみ出そう。ああ最近さ、くしゃみ出そうって思ってさ、出ないことがめっちゃ多いんだよね。なんだろう、花粉かな。今も花粉あるのかな。えのねんさん、だるまありがとう。クラーさん、花束ありがとう。えのねんさん、花束ありがとう。あいまいみまい、あいまいみまいんです。この間ね、4人体制でね、久しぶりに披露して、この曲はね、ひながね、めちゃめちゃ好きな曲で、有名な曲となっております。かっこいいんですよ。そう、あの、ま、みんな気づいてないかもしれないんだけど、このね、あいまいみまいのこの感想のとこで C が踊るんですよ、ソロで。その振りがね、あの、変わってるんですよ。今までの振りと一新して新しい振りになっているので、ぜひね、次あいまいみまいやった時は C のね、その振りとかにも注目です。女子でよかった。誕生日の前日、おおめでとう。見やすいスケッチブック本当にありがとう。そう、めっちゃね、結構頑張ったの。全然ね、細部見えないかもしれないんだけどね。あー、でも見えない。なんかね、色重ねてみたりとかね。私凝り性なんですよ、こういうものづくり。ものづくりっていうか、なんか作るの好きで、そう、料理とか裁縫とか、あとこういう、なんだろう、何、デコるのとか、そういうのが好きなんですよ。アルバム作るのとか、そう、そういうの好きだからね、なんか凝っちゃうんですよね。キネマは本当にいい会場。お、そこは可愛いくしゃみを披露しないと。だって出なかったんだもん。引っ込んだ。あざたいくしゃみしないと。あ、テラブさん、かぼちゃありがとう。ひなと桜木さんのお気に入り曲。あ、すS って桜木じゃないのね。手先が器用なのでは。そうなんですよ、私は手先が器用だと思います、自分でも。好きなの、そういうの。伝説のミサンガ企画をやりましたね。そう、ミサンガとかもね、そう、アクセサリー作りとかも前したことあって、でもアクセサリーってやっぱりね、自分で作るとなんか強度が弱すぎて結構壊れちゃうことが多かったから。でもミサンガはね、編むからちゃんとできるから、ミサンガはね、綺麗にできるんですけどね。そういや、最近ミサンガの話聞かないね。ミサンガ最近作ってないですね。久しぶりにね、今度作ろうかな。手羽先食べたくなった。手羽先食べたい。わあ、もう500人の方が見てくださってる、ありがとうございます。フルフルポケットの桜木ゆふです。クラーさん、かぼちゃありがとう。手羽先、さてはお腹空いてるな。みんなご飯食べましたか。えのでんさん、だるまありがとう。みんな食べたんですか、ご飯は。何を食べたんですか。エムスパでも料理の話してたな。そうなんですよ、お、エムスパの話題が出たということで、続いてはエムスパのお告知をしたいと思います。どこだどこだ。そう、さっきね、急いで書いたからすごい汚くなっちゃったんですけれども、各週木曜日のね、24時から放送しております FM 富士ミュージックスパイス、イエーイ。はい、こちらフルポケのね、レギュラーラジオ番組となっております。はい、いつもね、皆さんがメッセージを、メッセージじゃない、メールをね、送ってくださるんですけども、あの、ここにね、ここに送ってくださると私たち読みますので、ぜひまだ送ってことないよって方もぜひ送ってください。はい、ツイッターでもね、言ってますし、明日月曜日でしょ、そう、明後日あの収録に行くので、ぜひね、その前に皆さん、メール何でもいいんですよ。私たちへの、なんだろう、質問でもいいし、相談でもいいし、自分があったことでもいいし、フルボケにやってほしいことでもいいし、お悩み相談でもいいし、最近会ったことでもいいし、何でもいいんですよ。とにかくメールを送ってください。はい、Mスパはですね、2週間に1回のね、木曜日なんですけれども、本当にね、私たち自身もめっちゃメンバーのことを知れるなって思ってて、そう、なんかいろんな話をするんですよ。何でもない話もするし、
まあ私たち結局食べ物の話いっぱいしちゃうんですけど、でも本当にいろんな話するから、なんか過去のこと、過去のことっていうか、なんだろう、小さい頃の話とか、本当にいろんなね、何気ない話たくさんしてるので、ぜひあのラジコでね聞けるので、ぜひぜひあのムスパ聞いたことないよって方は1週間ねラジコで聞けるので、ぜひぜひ聞いてみてください。イエイ。そう、Mスパ本当楽しいんですよ、めちゃめちゃ。もう収録しててね、もう本当にずっとみんなハイテンション 笑ってるし、なんかこうやって改まって話すことってなかなかないじゃないですか。こうやってみんなが4人でこうやって座って、楽屋とかではもちろん話すけど、そういうトークテーマとかがあったりして、なかなかね話を掘り下げる機会とかもねないので、すごい楽しいんですよ、Mスパ。だから皆さんにもね、そのね雰囲気を味わってもらいたいので、ぜひラジコで聞いてみてください。もう本当に楽しいんですよ。だって自分で、あの私もねリアタイで聞けるとき聞くし、あの毎週聞いてるんですけど、自分たちで聞いてて、自分で聞いててもめっちゃ笑っちゃうなんか面白いなってフルポケ面白いと思うんですよ、私は。そうだから、ぜひぜひあのライブとはまたね違うフルポケが見れると思うので、ぜひ聞いてみてください。毎週、隔週じゃない、間違えた、何言ってんだろう私、ごめんなさい、隔週じゃないです、毎週です。そう、もう間違えました、何、やばい、ボケてる、毎週です、隔週じゃないです、毎週です、毎週木曜日です。なんで隔週って言ったんだろう、先週のまだ聞いてない、毎週ですね、ありがとう、みんな教えてくれて、今日ボケてるっぽい、話振るのうまいマンになってしまった。そう、みんなもねトークもめっちゃ、いや、めっちゃ上達してるのがわかるし、なんか本当にMスパ大好きなんです私はメール送らなきゃ、送ってください、毎週木曜日では、そうです、毎週です、みんなありがとう。Mスパいつも途中で寝落ちしちゃう、そうなんですよね、ちょっと遅いから時間が、ちょっとお水飲みます。でもね、あの M スパはね1週間ラジコで聞けるので、あの朝のね電車の中とか、あ、そう、私よくね、あの学校行く途中電車の中で聞いてたりします。そう、ただもうねうるさいから気をつけてくださいね、あの私たちめっちゃうるさいので耳注意。そうです、隔週なのは収録です、すいませんみんなのフリートーク好き。よしちゃん今日の夜ご飯は何だろう、ちょっとまだ自分の部屋だからわからん。日本鶏、ユフティンといえばクミン、そうクミンが好きなんです私は。そう、よくなんか、よくなんか私カルディとか好きなんですよ、なんだろう、そういうあのスパイスとかなんか普段あんま使わないようなの好きなんですよ。そう、そういう話とかもしてるんです、ぜひ聞いてくださいラジコで聞けるのか、そうなんです、ラジコで聞けるんです。ムスパとっても面白い、ありがとう。いや、ムスパ本当に楽しい、あー嬉しい、みんながね、みんながそうやって楽しいって言ってくれたりでメール送ってくれたりするのがとっても嬉しいです。フルポケめっちゃ面白いっすよありがとう。4人同時に喋るとたまに何言ってるか分かりません、私も分かりません本当に。毎週でよかったごめんなさいM スパ楽しいから問題なし、初見です、お、ありがとう、桜ギフです。寝すぎたせいかな、すみません、ボケボケです。今日はロデンさん、だるま、ありがとう。スウィーニーさんの後だよ、そうなんですよ、スウィーニーさんの後なんですよ、 FM 富士さんでね。今日私も学校行く途中に聞く、笑いこらえるの大変、そうなの、あのねにやけちゃう、つい電車で聞いてると笑いそうになって困る、そうなんですよ。でもさ、確かにさ、電車でさ、なんか動画見て一人でニヤついてたら結構やばいよね、私も。でもやっちゃう、なんかついにやけちゃう4人だとうるさいよね、そうなんです、うるさいんです4人だと。ガラムマサラが好きです。もう文字まで読めなくなってきたMスはいつもユフの冷静なツッコミに支えられている。
いやもう本当にね暴れ出すのでみんな、C とかね、週リーダーとかね、もう本当ね、C ね、M スパの時めっちゃね、ハイテンションでね、もう本当にね、曲が流れてる時とかね、一人でこうやってなんかね、踊ってんの。それを撮ってくるね、この動画。笑っちゃうので、外では聞けません。まあ、家で聞いた方が安全ですね。一人か二人でやるのも聞いてみたい。ね、どうなるんだろうね。なんか、じっくりもっと聞けるかもしれない。歌えて踊れてトークが面白いフルパケって最高じゃん。やったー、最強だ。いやまだまだだね、これからもっと最強になれるように頑張っていきたいと思います。バイキンがキンキン、そう、もうバイキンがキンキンってなんかひながね言い出したらもうずっと言ってるの、みんなバイキンがキンキン、バイキンがキンキンみたいな、もう自転車でフルパケツイッターが上がる動画見て耐えられない。そう今ね、あの毎日カウントダウン、11月17日のね東京キネマクラブのワンマンに向けて毎日ね告知の動画をね載せてるんですけど、あのだいたいシーとヒナが変なことしてくれるからだいたいその2人の動画になっちゃうんですよね。あのまだまだねいっぱいストックあるので皆さん楽しみにしていてください。石井さん、もう石井さん面白いから、本当にもうすぐ面白いことしてくれるからつい撮っちゃうんですよね私。桜木さんは陽キャですか、どうなんでしょうか。最高のフルボケについていきまーす、イエーイ。あらもう19時なんですね、1時間やったんですか。変なことしても可愛いひなちゃんです。ひなの昨日の私があげたやつ見ましたか、タクシーのやつ。あれはいつだろう、遠征行った時のやつなんですけど、そう必死にはいはいって言ってタクシーを止めるんですよひなが。もうねひなは可愛いですよ本当に。桜木さんはタクシー拾えるんですか。もちろん拾えますよ、はいって。見た、もう癒しだわ。タクシー拾ったことないからひなちゃんに負けた。そうでも動画の時はねだいたいフルポケのオフポケってハッシュタグがついてるので、そのハッシュタグ遡っていただければね、いろんなね過去のやつもたくさん出てくるので皆さん見てみてください、面白いのたくさんあるので。そう、よし、じゃあそろそろどうしようかな。あのワンマンに向けてね、あのショールームもねやっていきたいと思うので頑張りますよ。うん、600人の方、ちょうど600人だ、ありがとう、皆さんありがとうございます。そう、あのめっちゃ直前にスケッチブックにツイッターとかのやつ書こうと思ったのに忘れちゃった。桜木さんのふざけたやつも見たい。桜木ね、桜木のふざけるのどうなんだろう。カメラね回してるとね結局ねちゃんとしようってなっちゃうよね。ぬでさん、だるまありがとう。まんまんの見どころは、まんまんの見どころ、まんまんの見どころ、でもやっぱりワンマンですからね、本当に本当にワンマン久しぶりだからめっちゃ緊張してるんですよ今から。しかも東京キネマクラブってめちゃめちゃでかいじゃないですか。そうだから、でも本当にめっちゃ楽しみにしてるから、本当にたくさんの人に会いに来てほしいなって思うし、 What is pop っていうね、あの題名の通り、あのフルポケのねポップはこれだっていうのをねみんなにね見てもらえるようなライブにねしたいと思ってるので、あーもう本当に緊張しちゃう今から。本当にたくさんのね人と一緒に最高のライブを作っていきたいなと思っておりますので、皆様どうかフルポケに、11月17日はフルポケに会いに来てください、お願いします。しーちゃんに隠し撮りお願いしておこうと。ゆうのダンス動画好き、あーありがとうございます。そうなんですよ、YouTube でね桜木ゆうが踊ってみたって言っていろんなやつをね撮ったりしてるので、それもチェックお願いします。よかったら
これはもうモノマネ配信しか出た。タラマさん花束ありがとう。スケッチブック撮影秘話をどうぞ。ね、どこまで行っていいのかわかんないんですけど、これもそう、あの10そのワンマンからね発売するかもしれないフォトブックなんですけども、あのフォトブック撮影っていうかそういうのね初めてだったんですよ私たち。そうだから結構もう本当にオフな感じで撮ったので、あのいつもの感じ、アーシャの感じじゃなくて、なんかもっとめちゃめちゃ自然、めっちゃ楽しいこといっぱいしたんですよ。まあ、それはね詳しくは言えないんですけれども、とにかくめっちゃオフな感じでリラックスしてね撮ってもらったので、めっちゃ楽しかったし、なんかフォトブック撮影っていうよりかはなんか4人で出かけたみたいな感じでした。なのでぜひそちらも楽しみにしててください。そうそう、ユフのダンス動画めっちゃ好き。うーん、ありがとう。あの振りとかね覚えたい方とかもぜひね動画見て覚えたりしてみてください一番得意なモノマネはもうしないぞしないぞ、今日はしないぞフォトブックイベントあると信じてる一人ダーリーの動画一生待ち続けてる。ダーリーほとんど振りないんだもんわちゃわちゃポケットが好きです、ありがとう。それでは告知して終了していきたいと思いますよし、いっぱい告知してすいません、告知します。あれしようね、あのあれをしたいんですよ。あのせっかくねスケッチブックいっぱい撮ったから、あのスケッチブックと私のやつ今スクショタイムするので、ぜひ皆さんそれをスクショして、ハッシュタグフルポケワンマン1117っていうのを私たちが使ってるんですけど、ワンマンに向けての、ぜひそれをねつけて拡散お願いします。皆さんの一緒に頑張っていきたいです。スカイさん誰もありがとう。え、待って、みのりいる、待って、あ、いた、トントンめちゃめちゃ笑ったよね撮影、ありがとうみのり。いや本当に笑ったなんか本当に多分面白いの、なんか企画みたいな、企画じゃないけどなんか今までしたことなかったやつとかもしたんですよ。めっちゃ面白かったので皆さんぜひ楽しみにしててね。はい、ということで皆さんぜひスクショしてハッシュタグフルポケワンマン1117ってつけて拡散ツイートしてくださいツイッターでじゃあまずそれでもそれはワンマンのやつだもんね。ということでこちらはじゃあ明日のフルポケって言ってハッシュタグつけて、まあ、拡散お願いします。どうしよう、こっち見える、よし、スクショタイムスタート。よし、じゃあこれは明日のねあのライブになります。明日は45分ライブで入場特典がなんと通称とチェキ撮影券とプレゼントとなっております。本当にお得なライブですので、皆さんぜひお友達を誘って来てください。ということでさっきのスクショは明日のフルポケというハッシュタグをつけてぜひ拡散お願いします、お願いします。はい、次、よし、次こちらのハロウィンのやつはですね、あのロードトゥーワンマンライブということで、こちらはフルポケ、あ、でもどうしよう、でもいいよねフルポケワンマン1117で、こちらは勝手に全部決めちゃってる。はい、ということでこちらもスクショタイムスタート。はい、ということでこちら無料ライブとなっております。無料です皆さん、無料なんですよ。あの一般入場がフリーで、今そのねチケットを配布中なので、皆さんぜひチェック、あの今すぐ終わったらすぐチェックよろしくお願いします。女性の皆さんはね通称とチェキ券プレゼントということでとてもお得なので、皆さんぜひチェックよろしくお願いします。こちらもぜひさっきのスクショツイートお願いします。はい、そして
そして一番重要なライブとなっております。こちらチケット情報ですね。はい、こちらもスクシュライブスタート。はい、ということで本当にこちら最重要ライブとなっております。1年以上ぶりのワンマンライブです。皆さん一緒に楽しみたいです。本当にこれは一番拡散お願いします。フルポケハッシュタグフルポケワンマン1117です。皆さんぜひ拡散お願いします。チケットはね、じゃあ載せておくね。みんなも知りたい方もいると思うので、チケット情報はこちらになっております。あの便りチケットもね発売しているので、明日のね東京 FM ホールの東京アイドル劇場アドバンスでの特典会でもね、物販でも多分手売りチケットを販売しているので、ぜひぜひチェックよろしくお願いします。はい、ということでいっぱいありがとうございます。みんな、タラバさんアイスありがとう、スカイさんだるまありがとう、ルネさんだるまありがとう。ということでいっぱい告知しちゃったんですけれども、本当に楽しみなライブがたくさんあるので、このね秋も勢いを落とさずフルパキで進んでいきたいと思いますので、みんなもね一緒にライブ楽しんでくれたら嬉しいです。ということで、あ、見て今ちょうど666です、嬉しいはい、ということでね、あのショールームもねワンマンに向けていっぱいやっていきたいと思うので、その時は皆さんまたぜひ見てください。ということで、あの桜木、ツイッターもやっておりますし、インスタグラムもやっております。はい、ぜひそちらもチェックよろしくお願いします。あ、コートさんかわいい、ありがとう、やったー会える機会たくさんで嬉しい、ありがとう、疲れちゃん。ということで今日は、あ、じゃあ何にもないスクショタイムしよう。あ、じゃああれしよう、みどりんがウィンクしてたから私もウィンクしようあの新曲、この間9月に初披露した新曲がシンデレラポップっていう曲があるんですよ。でその曲がね、あのこうやってベビーダーベビーダーベビーってめっちゃずっとウィンクをする振りがあるんですよ。だからそれするね。でも絶対半目みんな乗せちゃダメだからね、乗せるときウィンク私こっちしかできないかも、イエーイ何してほしいのだろう、フルフルポケットですハメ担当やだオラフのスクショタイムだよ、そうだよ。和平さんバラありがとう、白目でやだやだやだ、今ずっと画面見てたわ、こっちのカメラ見なきゃいけないのにねはい、ということで終わりにしたいと思います。今日は見てくれてありがとう。明日のライブあるので、ぜひ気になってくれたよって方はぜひ遊びに来てください。それでは、あ、じゃない、それではじゃない、ランキングを発表していきたいと思います。危ない危ない。それでは3位からいきたいと思います。3位、プラトンさん、ありがとうございます、ありがとう。そして2位はタラバさん、ありがとうございます、ありがとう。そして1位はキーノさん、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、みんなもね、コメントとかアイテムとかたくさん本当にありがとうございます。ショールーム久しぶりだったけど、みんながいたからめっちゃ楽しかったです。ということで、これからもよろしくお願いします。ということで、桜ギフでした、バイバーイ、また明日会える方はありがとう、見てくれてバイバーイ。